ちょ、結果を知るのが楽しみなような、怖いような、鍵かかってる。ふんふん、びっくりした、なんか動いたように見えた。またトイレ、これ間取りが同じか。鍵かかってる。ダメだ。うん、K の性格にはならない。赤のファーはこれのせいでドアが開かなかったのね。なるほどの。どかす子はどかすか。鍵かかってる。どこも行けないじゃねえか。もう嫌だ。どこも行けない。アイテムは、うわー、日記だらけだ。もうポケットパンパンだよ。ポケットに入るかな、日記。お、開いた。おお、ここの鍵だったのか。あ、これアルバムか。今日ね、もうクリアまでやるよ、これ。うわー、K が二人いる。僕が二人いる。父さんも母さんも若いな。車椅子に乗ってるのが、ヒカルくんかな。僕にも区別がつかない。小さい時だから、なおさらわからないな。ほら、見てたらキリがないな。これぐらいにしておこう。これも持っていけばいいじゃないか。なんか、なんだ？落ちてくるのか？黄色、青、赤、緑。本が並んでる。見えない。身長伸ばすんだな。キーボードに変な色がついてるよ。おー。うわ、ちょっと見づらいなちょっと見づらいけど。青、赤、黄色、緑だね。さっき何の順で並んでたか忘れた。なんか意味あるのか？あ、パソコンの下、紙が挟まってるよ。1月31日。神様はなんて残酷なの？生まれて5年も経たないこの子たちが一体どんな罪を犯したというの？やっぱりヒカル君はもう、一応見えたみんな。引っけ？何か引っかかるこの書き方。ほらー。どんどんフラグを立てていく。あ、財務書類がたくさん並んでるわ。お仕事の書類かな。この家どの部屋にも電話があるわね。電話マニア。心臓病に関する資料がある。この病気テレビで見たことがある。心臓病の中でも特に重い病気らしい。ヒカル君はこの病気を患ってたのかな。辛かっただろうね。小説が並んでる。SF ばっかり。やっぱり親子って趣味が似るのね。書類がある。あ、名刺が混じってるよ。ん？雪島公認会計士事務所。公認会計士、雪島明。会計士なんだね、お父さん。会計士ってあれじゃないの？儲かるんじゃないんですか？金の話。会計士ってかっこいいよね。お金、お金の管理完璧です。なるほど。会計士。お父さんのだ。K の数学マニア、お父さん譲りだよね。マニアって。まあ数字は好きだけど。あ、裏に何か書いてあるよ。頭いいやつ。A to Z。何それ。A から Z に。何の意味だろうね。とりあえずこれだ。スクリーンショット。スパイス。OK。スクショを移植してやったぜ、俺が。で、ですよ。この順にキーボード叩けってこと？赤、緑。黄色、青、どこかで見た並びだな。見えない。本を並び替えますか。そっちかーい。A から Z でしょ？ A と Z あるよね。あ、A から Z の順にってことか。そういうこと？ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, O, P, Q, R, V。こういうこと？A, E, O, V ってことでいいのかな？アルファベット順ってことでいいのか？だから、青、赤、緑、黄色？青、赤、緑、黄色。青、赤、緑、黄色でいきますか？ってこと？はい。青、赤、緑、O。よーし！なんか落ちたみてえだな。何が、ここ？キラキラしてる。鍵だ。仕事部屋の鍵？まだあるの？ここで十分な気もするけど、多分母さんのだ。右の奥の部屋じゃないかな。脳が忘れてても、体の感覚って覚えてるもんだな。大事なことはちっとも思い出せないのに。大事だから忘れちゃったのかもね。
仕事部屋の鍵。な、後半の謎解き優しいですね。ここ右の奥って、ここじゃない、ここじゃないじゃん。右の奥は、ここです。よし。合ってた。ごちゃついてる。ケイのお母さん、いつも二人を見ながらお仕事してたのかな。うん。ケイ？あ、ごめん。なんだっけ。うん、なんでもない。音楽の教材が並んでる。音楽の先生だっけ？これ移植に関する資料だわ。読んでみようかな。はい。子供の臓器移植について。バツ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 年。日本でも15歳未満の小児の臓器提供が可能となった。家族の承認があれば、脳死臓器移植も可。脳死臓器移植。臓器移植と順番について。病気の重い患者から順に移植が行われる。そのうち、血液型、体格、組織適合などが医学的に見て適した患者に提供される。ほらー、適合。病気の重い順番。ヒカル君はかなり病気は重いものだったんだよね。ね、聞いてる？うん。ケイって時々どっか遠いところ行っちゃうよね。え？なんでもないよ。ぼーっとしないでちゃんと動いてよね。ねえ、もう答えを言われてるようなもんだよね、もうずっと。いや、わかんない。これで違ったらもう俺の、外れ。宝の地図、キュータ地点。あ、休憩地点か、これ。キュータに見えた。地点、宝の地図。宝の地図だって、男の子ってこういうの好きよね。好きです。赤い車ね。光ってラベルが貼ってやるわ。青い車ね。K ってラベル貼ってやる。こっちが僕の？待って。どうしたの？いや、いいんだ。ただの気のせいだと思う。もう答え書いてあった、ここに。赤が光るで、青が K だってさ。答えがこんなとこに。赤と青ずっと分けてたじゃん。おもちゃ箱って書いてあるね。散らかし放題だけど。何の絵かな？何の絵それ。答え書いてあった。積み木だわ。あ、机の中に透明な下敷き入ってたわ。お、これとあれをあれすることで、あれよ。この星印は何だろう。下敷きを手に入れた。あ、机の中に日記も入ってるわ。2月3日、物をなくしてふとベッドの下を覗いたら、なくなったと思っていたファーの靴下が出てきました。中には紙切れが1枚入っていました。私たちにも見せてくれなかったサンタさんへの手紙をこんなところに隠していたようです。この手紙で私もアキラさんも覚悟を決めました。ファーの最後の望みを叶える覚悟を。もうすぐ2人の5歳の誕生日です。なんだよ、最後の望みってなんだよ。望みを叶える覚悟ってなんだよ。覚悟がいる望み。ヒカル君の望み。この日記、何日か抜けがあるわね。そこに何か書いてあったのかな。ケイ？違う、僕じゃない。ねえ、どうしたの？僕じゃない、きっとそうだ。ねえケイ、しっかりしてよ。ああ、ごめん。僕じゃないって何のこと？何か思い出したの？わからない。でも僕じゃないんだ。本当だよ、本当に。日記、2月3日を手に入れた。覚悟ってなんだよ。やっぱ青がケイでした。青いファーが K だった。随分ボロボロね。うちの兄弟みたいに引っ張り合いでもしたのかな。観葉植物。造花が飾ってやる。電話が置いてやる。ノートパソコン、電源は使わない。プリンターね。気になるものなし。楽譜が並んでいる。楽譜。小説。OK。ここですか？違う？さっきのさ、あれってなんだ？宝の地図。休憩地点だよね。やっぱここら辺じゃないの？あ、重ねてみますか。おー、重ねると観葉植物のとこになるのか。そういうことね。地図の星印はここを示してるのかな。ケイ、持ち上げてみて。ちょっとケイ、さっきからぼーっとしすぎだよ。何考えてるの。僕じゃない。え、あ、いや、なんでもない。ごめん、これ持ち上げればいいの。どうしちゃったの。
ごめん、さっきから妙な胸騒ぎがして落ち着かないんだ。大丈夫だから、気にしないで。この下に何があるの？鍵があったよ。寝室ってプレートがついてる。寝室の鍵。もうどんどん K が落ち込んでいく。ああ、体に傷あるから、どうなんだろうね。小さい頃だったからもう完全になくなるとか、ないかな。傷跡完全にありません。トイレです。ここか。上が最後なんだな。化粧品入ってる。兄弟。これは。写真ね。端っこに K と光る。4歳って書いてあるわ。これが家族4人で過ごした最後の冬だったのかな。真冬のホタル。絵本が置いてある。雑誌や小説が並んでる。子供用の衣類がかけてある。うん、特に気になるものはない。本当に。あ、ベッドの下に何か落ちてるわ。なんだ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 。何？靴下？クリスマス用の飾りだな。待って。靴下。あ、子供部屋の鍵が入ってた。それとこれは画用紙？書いてそう。チンタさん、あ、サンタ。サンタさんへ。ケイを、待ってね。これだから、サンタさんへ、ケイを直して、ケイって書いてある、ほら。こら、危ない。K を直してって書いてる。やっぱり青が K なんだ。ちょっと血に見えたんだよ。ちょっと。僕を直す？どういうこと？そういうこと？嫌だ。え？僕じゃない。僕じゃないんだ。いらない。この記憶はいらない。ちょっと毛どうしたの？やばい。違う違う。わざとじゃない。いや、いらない。いらない。K？わざとって何？ああ、大丈夫だから、落ち着いて。やっぱりあの時病院でこれやったの二人だったんだね。あの時と全く同じ。何か思い出したの？わからない。覚えてないのに、激しい感情が残ってるんだ。あんなことになるなんて思ってなかったんだ。僕はただちょっと意地悪してやろうと。意地悪したの？ヒカルが勝手に登ったんじゃなくて？それはちょっと話変わってきますよ。そんな？僕を直す。やっぱり僕じゃなかったんだ。行こう。僕らの部屋に行けば全部わかる。え？子供部屋の鍵。ちょっと、わざとって何さ？目覚まし時計。わざとって何さ？何か隠したのかな？木の上に何か隠したみたいな？ちょっと来ないよみたいな。喧嘩しちゃったんじゃない？ちょっと。お前の大事なものを隠したぞ。木の上に。悔しかったら取ってくるんだな。的な。あ、二人の部屋だ。ここがちょうど庭の木の上なんだ。庭の上の部屋なんだ。木がよく見えるね。読み間違いがひどい、うん。ちょうど見えるんだ、ここ。考えたいことがあるんだ。K？ 少し一人にしてくれ。わかった。三人見えるな、これ。ここで三人目はちょっと、ごちゃついて、困る。ああ、一人、行動？裏に K って書いてある。青が K。車椅子。これ K のベッド？薬がたくさん置いてある。ああ！内容薬。雪島 K 様。一日一回、10日分。食後、昼。2錠。K の薬がたくさんある。どういうこと？絵本が並んでる。随分たくさん。K は絵うまいの？こっちは？光るって書いてある。サッカーボール。答えが全部。絵本が並んでるわ。こっちは左の本棚に比べると少ないわね。特に気になるものはないわ。日記が入ってると思ったんだけど。もうゴミ箱といえば日記というね。パブロフの犬的なことが。染みついてるよね、この二人には。ガミ横、あ、日記だわ。あ、読めない。変な癖ついちゃった、ここで、二人。直していかないとね。
け。それ、抜けてた日記。あった。僕は、どうやって償えばいい？何が書いてあるの？条件反射。何これ、どういうこと？なんで、こんな大事なことを忘れてたんだよ。なんでここまでしてたのに、まだ思い出せないんだよ。僕はどれだけ罪を重ねてきたんだ。なになに？え？どうして僕が生き残ったんだ？どうして？どうして？あー！びっくりする！ダーン！いたー！ユキー！うがー！え？え？なんで？割れないで。うわー！やめろ！離せ！寒い。泣いてる。思い出して光る。違う、忘れないで。け、俺の名前。うっ、ほほほ、なんだなんだ、何をした。おお、びっくりした。昔に戻ったぞ。あー、もうけって書いてある。雪島け、青いです。また寝ちゃった。僕お昼寝ばっかりしてる。僕もだよ。今年30だよ。31だよ。あ、3時だ。おやつ。冷蔵庫にいちごプリンが1個残ってたからな。下に行かなきゃ。俺も寝てばっかりだよ。安心してください。僕の薬。僕の絵本。書きかけのお父さん。車椅子全然使ってないや。リビングにかかる電話。あー、どこでも電話つながるようにか。電話フェチではなかった。僕の車！ヒカルの車！すっごくうるさい目覚まし時計。ヒカルはこれでも起きないよ。起きないか。31歳昼寝ばかり。ゴミ箱、失敗したいがいっぱい。ヒカルの本棚、図鑑ばっかり。あー、サッカーボールかな。サッカーボールを木の上に隠したんじゃない？サッカーボール、自分は使えないサッカーボール。ぽいなー。大事なものってサッカーボールでしょ。サッカーボールそこだよって、ここから窓から見せるっていう。あそこに投げてやったぜ。ここから木にね、直通だから。窓から投げて引っかかるんじゃない？木に。ええ、そうなの。うん。母さん、お仕事のお部屋にいるのかな？回り込もう。ええ、自宅療養に切り替えたの。だから母さんもまた、ケイとヒカルに会いに来てやって。おばあちゃんと電話してるのかな？うん、ええ、病院は嫌だったみたいだから。ヒカルもケイと一緒にいられて喜んでるわ。焼き鳥美味しかった。やった。ケイにはもうあまり時間がないから、あの子が望むことは全て叶えてあげたいの。聞いちゃった。じゃあそろそろ切るわ。今日はアキラさんも早く帰るから、ご飯の支度しなくちゃ。てんてんてん。あ、でもうすうす感づいてはいるよね、多分ね。ここで初めて知ったわけじゃないよね、多分。こっちは物置だよ。埃っぽいから嫌い。自分の体のことだから。うわぁ！リビングの方からだ。お父さんもう帰ったのかな？お帰りって言わなきゃ。トイレ行きたくないよ。ここリビング。絵本、寝る前にお母さんが読んでくれるんだ。この前家族みんなで撮った写真、おばあちゃんが撮ってくれたよ。お父さんの本棚、車の雑誌がいっぱいあるよ。あ、僕とヒカルの服。ヒカルは赤い服ばっかり。赤好きなんだもんね。目覚まし時計、スーパーレンジャーのシールが貼ってあるよ。すごい、調べれるとこいっぱいあるね、マジで。何でも調べれるぞ。お母さんの引き出し、前にヒカルが口紅でいたずらして、おやつ抜きになったんだ。触らないでおこう。先人に学ぼう。お母さんの鏡、いつも顔に白いの貼り付けて、お化けみたいになってるよ。パックって言うらしいけど、怖いからやめてほしいな。あれはフラッシーのやつをつけてたよ。じゃあ見て見てって言うから見たら怖かったよ。顔面フラッシーだったよ。お父さんお帰り。お仕事もう終わったの。ゲーただいま。今日は午前中だけなんだ。フラッシーパックってあるんだね。何読んでるの？病気に関する本だよ。高いやつ。高いんだあれ。よくわかんないや。キャラクター商品だから高いかでも。ゲーにはまだちょっと難しいな。僕もいつか読めるようになる？ゲーは賢いからすぐ読めるようになるよ。本当、僕ね、大きくなったら、橋本先生みたいなお医者さんになりたいんだ。それでね、僕みたいに病気で困ってる人を助けてあげるんだ。そっか。ケイがお医者さんになってくれたら、ヒカルが怪我しても安心だな。
光やんちゃだから毎日擦り傷だらけだろ。うん。だからね、これからいっぱい勉強して。これから。ケイ？お父さん、僕はお医者さんになるまで。やっぱりいいや、おやつ食べてくる。悲しい。僕はお医者さんになるまで生きていられるのかな。お母さん。あらけ、どこ行ってたの？さっきまでお部屋で寝てたと思ったのに。2階のリビング。お父さんとお話してたんだよ。そう。ヒカルは先におやつ食べちゃったわよ。僕も食べる。冷蔵庫にまだプリンが残ってるわ。スプーン自分で出せる？うん。まんま食うよ。俺は。プッチンして。あれ？あ！お母さんイチゴプリンは？そうか。プリン取られて腹いせにボール隠すのか。下の引き出しに入ってるわよ。チョコプリンしかない。あら、ヒカルが食べちゃったのかもしれないわ。食い物の恨みは恐ろしいぞ。え、あいつ。ごめんね。今日はチョコで我慢してくれる？また明日買ってあげるわ。明日。ヒカルはどこ？ヒカルはどこ？お庭で雪遊びしてるわよ。一緒に遊ぶなら木登りしちゃダメよ。お母さんちゃんと窓から見てるんだから。行ってくる。おやつはいいの？いらない。あるやろ。許さん。ゲンマメ。ヒカル！ケイ起きたんだ。ケイも雪だるま作る？前のより大きいやつ。僕のプリン食べた。え、あ、バレちゃった。僕のイチゴプリン、最後の一個だったのに。チョコプリン食べればいいだろ。チョコプリン食べたかった。イチゴプリン食べたかったんだよ。嫌だ、ヒカルのバカ！ケイの時計値、今度母さんに作ってもらえばいいだろ。今度。ヒカルはいいよな。今度があるんだからな、つって。なんだよ、プリンぐらいで。泣くなよ。もういい、ヒカルなんて大嫌いだ。めちゃおこ。悲しい。ヒカルは元気だから。これ双子です。は、は。明日とか今度が辛いですよね。あ、ケイの時計、今度母さんに作ってもらえばいいだろ。僕に今度はあるのかな。悲しい。ごめんね。また明日作ってあげるわ。僕に明日はあるのかな。ケイにはもうあまり時間がないから。僕はいつまでヒカルと一緒にいられるのかな。泣いてる？へへ、いいこと思いついた。このボールをですね、そこの窓からですね、投げちゃうんですね。それい！やっぱり、だと思った。よし！うまく引っかかった。プリンのお返しだ！へへ。ああ。そうだ！新しい本読まなきゃ！ほら。大事なボールがなくなってヒカルは慌てるかな。木登りが得意なヒカルなら、どうせすぐ取っちゃうかな。それでもいいんだ。僕のプリンを食べた仕返し。ちょっと困った顔が見たいだけ。そう思っていたのに。全部当てていく。いや、もういろんなホラゲやってるとね、なんか、そう想像しちゃう。あれ？また寝ちゃってた。せっかくお家に帰ってきたのに、すぐ眠くなっちゃう。お薬のせいかな。寝てたのか？その場面。雪だるまあるよ。雪だるま？ヒカルが作ったのかな？こんなところに置いてたらまた怒られちゃうのに。ごめんなさいの雪だるまじゃない？これ。あ、紙が置いてある。ごめん。ヒカル。許してやるか？ごめん。いいよ。優しい。これでよし。ヒカル、僕がサッカーボール引っ掛けたのにもう気づいたのかな？僕もヒカルにごめんなさいしなきゃ。まだお似合いにいるかな。ここから見ちゃうんじゃないの？やっぱりーそんな、何？ちょうど見える位置にあるから、この部屋。え？見たくなーい！うわー、サッカーボールが。そんなー。そんな、なんで、光る。うわぁ。心臓が痛い。僕が悪いことをしたから神様が怒ったんだ。
あ、僕のせいだ。僕が光を殺したんだ。うわあ！これは1月31日、神様はなんて残酷なの。生まれて5年も経たない、満たないこの子供たちが一体どんな罪を犯したというの。はあ、これは辛いね。やはり結構高い木だもんね。横、光は？まだ手術が終わらないの。そっか。K は？ K は？なんとか一命は取り留めたけど、ひどい発作だったから、もう助からないかもしれないって。ああ。心臓が長い間止まっていたから、たとえ意識が戻っても脳に障害が残るかもしれない。そんな。橋本先生が、付きっきりで見てくれてる。先生を信じよう。私のせいよ。私気がついたらキッチンでうたた寝してて、私がちゃんと見てなかったから。ごめんなさい、ごめんなさい。よっこ。K につきっきりで最近寝てなかっただろ。ヒカルもはしゃいで夜更かしばかりしてたから。誰も悪くないんだ。だから今は祈ろう。あの子たちがまた二人揃って笑えるように。悲しい。K の様子を見てくるわ。プリンから罪なプリンだね。あれがプリンでなければこんなことには。シュークリームぐらいだったら、いちごシューとチョコシューだったら、開ける気配のない長い長い夜、私たちにできるのはただ手を合わせて残酷な神様に二人の無事を祈ることだけだったね。え、仲直りできたのにね。まだ終わらないのかしら。光る。あ、あ、どうしたんでしたか。先生、光るは。あ、なんとか一命は取り留めましたが、脳の損傷がひどく、生きているのが奇跡に近い状態です。深い昏睡状態、脳死の恐れがあります。あー、脳死。脳死。そんな、嘘だろ。他の医師とももう一度検査してみますか。今日明日何があってもおかしくない状態です。光くんは集中治療室に入室となります。状況については後ほど詳しく説明いたします。では。辛いですね。いやよ、光。光。説明など受けずとも、私たちは光がどんな状態にあるのかよくわかっていました。子供の場合、脳しても稀に回復すること。けれど、ほとんどは3日から1週間足らずで心臓が止まってしまうこと。それらはすべて、K のドナーを待つ日々の中で学んだことでした。これ一生プリン食えませんね。動き、違うか。ああ !K が自分を見てる？光る？違うよ。ちゃんと思い出して。待って。思い出してって何？なんだ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 。うわー、動けるぞ。動けるぞ。わら、なんだ。と、え。え、これ僕？ K が今幽体離脱してるんだよね。どこ行った？光る。どこ行っちゃったんだろう。ケイ君、昨日から危ない状態が続いてるらしいわね。素直ないい子なのに。何度か助かってほしいわね。それにケイ君がいつも会いたがってた双子のお兄ちゃん、事故で集中治療室だそうよ。今はこんなに近くにいるのに会えないなんて皮肉よね。近くってことは隣の病室か。これ二人の会話か。あれ、私のメモ帳どこに行ったのかしら。困った、大事なこともメモしてあるのに。あ、まさかまた、シュン君に取られた。ふふ。はやぶさのシュン。何でも盗むぜ。なんだ、いきなりシュンとは誰だ。急に。404。開かないよ。急に出てきたけど誰だ。開かない。お遊戯室。開かないよ。ここは。ここは休憩室だったかな。お母さんが電話するときに来るお部屋。開かないや。手癖悪いな。
手癖悪いな。こっちは集中なんとか室だから入ってダメなんだって。ハヤブサの瞬が全てを盗んでいく。俺に盗めないものはないぜ。ここか。あ、違うのか。違った。あなたは誰？あ、看護師。ねえ、さきちゃん。この鍵、お姉ちゃんに返してくれないかな？いや、これ先の！それがないとね、休憩室が開けられないの。ね、みんな困っちゃうの。お願い。絶対嫌！か、先の！ダメだ。かたくなだ。かたくならさき。はやぶさの瞬。四天王が。東雲病院四天王が。揃い踏みかもしれん、ここには。かたくならさきだけ別に。ただ頑固なだけ。まったくもう、しゅんくんたら、ご飯に嫌いなものがあると、すぐいなくなるんだから。せっかく左利き用の矯正橋もらってきてあげたのに。四天王が。東雲病院四天王が。挑戦状？若い。してんの若いね。字が汚くて読みにくいんだな。挑戦状、おばさんのポケットに入ってたメモは俺が隠した。悔しかったら見つけてみろ。ヒント。1、女子がたくさんいる。ソファーの横に立て。2、C の2段目の向きに歩け。順番、お箸持つ方から。3、それからまっすぐ進め。また、矯正橋ってことは左利きってこと？なまってたけど。左利き用の矯正橋だから、左だよね。お箸持つ方っていうことは。待って、これ何？ああ、こっからも挑戦状見える。待ってよ。女子がたくさんいるソファーの横に立って。女子がたくさんっていうことはあれか。女子トイレですね。ソファーが。立て。C の2段目向きに歩け。C の2段目向き。順番、お箸持つ方から。待ってよ、ヒント、こっから？こっからか。これがヒントか、全部。スクショしとこう。なんか黙ってる。ひらがなだからちょっと読みづらいというね。待って、あれ？あったあったあった。オッケー、このヒントをちょっと読みつつ頑張ろう。あ、隠れた。これだ。よし。スクショって便利。オッケー、メイド喫茶かな？メイド喫茶。読んだぜ。フラグを立てていかねえとな。右はいけるんだ。おお、ここだ。ソファー。なんか誰か入っていった。女子トイレだ。ここだ。こっちは女の子の。行きたくないや。今しか入れないところがあるぞ。大きなテレビ。使えないよ。使えないテレビ。あ、女子がたくさんいるソファーの横に立て。C の2段目の向きに歩け。C の2段目の向きって、女子がたくさんいるソファーの横に立って、C の2段目の向きは、どっちだろう？上から2段目でいいよね。まあ、上からにしようか。C の2段目の向きに歩け。右下か右か上か下。左はないね。でいいか。2段目の向きに歩け。順番。お箸を持つ方から、それからまっすぐ進め。左から順にってこと？格ゲーのコマンドみたいだな。右下右上下。ザンギエフの投げコマンドみたいな。ん？順番か。右下右上下。右下右上下。オッケー。少女 A。それは私のクマちゃんだろ。違うもん。私のクマちゃんだもん。いさこざの AB。 ダメだ。これが視点の二人ね。いさこざの AB。 もう出てこんやろ、さすがに。視点の候補。あのテディベアいつも女の子が取り合いになって困っちゃうわ。撤去しちゃおうかしら。あれなんだ、病院の私物なの。あ、横のポケットに何か入ってる。メモ帳だ。あの看護師さんのかな。え、あったけど。あったけど。
なんとかの、なんとかは、4829。漢字ばっかりで読めないや。しやつく、しやつく。しやつくだね。あったわ。診察室。僕もここで橋本先生に見てもらったよ。ここに番号を入れたら開くのかな。しやつく。しやつく。あ、開いた。